はい、どうも、今週もやってまいりました。みんなでぼっちゼミ担当の平井健と両平です。はい、よろしくお願いします。お願いします。両平君、あのゴールデンウィークで一周空きましたけども、はい、早くも3回目です。いかがですか？3回目ですね。早いですね。あの2回目の A to Z、いっぱい投稿してくれて、もうなんかすっかりコンプリートしてくれてる人とかもいて、ね、A to Z 全部上げてくれてる子もいて、割といいおうち時間を過ごしてくれたんじゃないですか。1回目のワークも引き続きこう上げてくれてる人がいて、1回目2回目関係なくどんどん何回でもこうねトライしてもらえると嬉しいなと思っております。じゃあ今日も早速本題に入っていきましょうかね。いきましょう。はい、3回目のテーマは、はい、つなげる。つなげる。つなげる。はい、つなげる。これってどういうワークですか？今回はね、割とシンプルです。1本の線を書く。一本の線を描く。それどういうことですか？はい、普通に一本の線を描けと言われたら、紙を用意してペンを用意して一本の線ペッと描くと思いきや、そうではないです。空間に、はい、空間ね、空間に一本の線を描いてもらいます。家の中にあるものを使ってこうやって積み上げていくとか。そうです。積み上げて空間に、はい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 、まあ柱に一本の柱。ああ、なるほどなるほど。こんなイメージ。この柱を今回一本の線と、いうことですね。家の中にあるものならどんなものを積み上げてもいいと。どんなものを使っていただいて結構です。はい、でもまあいつも通りルールという名の制約は設けてますよね。そうですね。あの、作りやすくするためという意味でもちょっと制約は設けております。はい。まあ今回の大きなルールは2つ。2つね。あるんですが、はい、概要欄にも書いてますから。あのよく読んでおいてください。でここでは、まあ、概要欄に書いてあることを、まあ、簡単に紹介しますので、あ、そうやね。その概要欄で言うと、よく読んでくれてない人もいるみたいで怒ってる。焦らずにしっかりと読んでもらって、概要欄には注意点とかハッシュタグの付け方とか、みんながこうより楽しんでもらえるような内容が書かれているので、しっかり読んでもらって制作してもらえるとより楽しんでもらえると思うので、要チェックでございます。そうですね、はい、ヒントもそこにちゃんと書いてますので、はい、あと今回も写真をこう撮ってもらうのはもちろんなんですけど、制作途中の気づきとか迷ったこととか、そういうのを書いておくとインスタグラムにアップするときにスムーズになるので、ぜひこれも、前回前々回に引き続いてやってもらえたらなと思います。はい、はい、お願いします。では両平くん、一つ目のルールから説明お願いします。はい、一つ目のルールいきます。一つ、部屋の床から天井まで物を積み上げること。床から天井まで物を積むことでこう一本の線を作るよね。そうです。まあでもあのこの僕の背景にあるような、これ大学の体育館ですけど、後ろに映ってる木のような、こんな床から天井までの高さの家はないと思うので、あんまりそうそうないと思うので。そこ7メーターですからね。そうですね。なので皆さんの家の床から天井まで、はい、あの人それぞれあると思うのでチャレンジしてもらいたいと思うんですけど、これをぼっちゼミ生の間で何と呼びましょうかね。はい、今回はこれをちょっと名付けます。私の積み上げたものですから、マイタワーいやいや、めちゃめちゃ普通やん。マイタワーと呼びます。いや、むっちゃなんか険しい顔してすごいこと言うんかな思ったら、マイタワーです。一番最初に思いついたやつやろそれ。はい、一番最初。まあええけど上積みのやつです。はい、そうやろうな、そうやろうな。はい、じゃあ続いて2つ目のルールお願いします。2つ目のルール、2つ、はい、2つ、誰かとつながっていること。ロマンチックやね。ちょっと恥ずかしそうな顔してたけど大丈夫？ちょっとおセンチになってしまいました。おセンチだね。誰かとつながっていることっていうのを詳しく教えてくれ。これ、これちょっと後ほどあの写真も見せますが、まあ、口頭で言いますと、まあ、インスタグラムにいつものようにこう投稿してもらいますよね。上げた時ってこう3つ、まあ、横並びに並んで、でまた次の人がこう上に積まれていきますよ、ね。積まれた時に自分の写真の上下に来る人絶対いますね。あのいわゆるフィードってとこね。あ、そうです、フィード、はいはいはい、画面のとこ。あの自分の写真に対して下の人と上の人と一本の線でつながっててほしい。なるほど。めっちゃすごいけど、そんな難しそうなことできんの？これがね、意外と簡単。ああ、そう、みんなできるもんな、それ。これみんながあのハッシュタグの付け方とか、まあ、ちょっと比率みたいなのがあるんですけど、それだけ守ってもらえれば可能になります。おお、なんか俺ワクワクしてきたぞ。
あれなんか聞いたことあるな、そのキャラクターワクワクしてきたぞ。やべえぞのやつですね、それ。違うし、悟空やし。悟空か。あ、ごめんなさい。全然違うやつでした。はずいはずい、はずい、はずい。恥ずかしくなっちゃう。そうね、まあまあまあいいや、まあ、つまり、まあ、上下の人とつながっていくっていうことは、ちょ、俺めっちゃ顔赤なってるけど大丈夫です。そのフィード内にこう3本の線がこうつながっていくってことね。そうです、うん、なるほどなるほど。だからこうフィード内に3本の線、3本のタワーがこうそれぞれこう積み上がっていくっていうやつですね、うん、ふわーっとワクワクしてきたでしょ。おー、かぶせてきたけど鬱陶しいな。まあ、あの話進まないから、はい、ごめんなさい、次行くわ、次行くわ、はい、うん、で、まあ、でそのつながっていく線のことを今度はゼミ生の間で何と呼びましょうか。はい、こっちはこっちで呼び名を、うんうん、さっきのとは差別化する意味でもつけてますね、うんうん、共通言語としてね、そうです。こっちは分かりやすいです。墓地タワーこっちはっていうか、こっちもうやろ。バーン、いやデジャブやもん、今度。落ちた。これも絶対最初に思いついたやつだからね。え、2番目に思いついたやつ。そうやな。はい。だマイタワーからのボッチタワーってことで、あのマイタワーがボッチタワーになっていくわけね。そうです。うんうんうん、マイタワーを、まあ、自分で作るやつ。うんうんうん。みんなで作るのがボッチタワーですね。うん。めちゃめちゃ分かりやすいネーミングやから、これ間違うことはないと思いますけど。頼むね。はい。頼むね。じゃあ、まあ、あの、さっきりょうやくんが言ってくれた、あの、肝心な要素になる線の幅。この積み上げていく線の幅とか、まあ、写真の撮り方とかはいつも通り参考写真を見ながら説明してもらえますでしょうか。両辺準備はいいですか。ワクワクすんぞいじられてるわ。はい、見して。はい、見せます。はい、お、来ました。はい、なんか明るい色味で白を基調とした部屋ですね。あのそこじゃトーンが揃えられてますよね、トーンが。そうですね。っていうか、まあでもこれやっぱ天井まで積み上がってるのはなかなかすごいね。そう、これね、出題してみたものの割と高さがあってですね、シンプルに危ない可能性もあるので、なるほど、ちょっと気をつけて取り組んでほしい。そうやね、どうしても天井まで行こうとすると何かに乗ったりとかね、しないといけないから。この、参考作品の場合だと、うん、まあ、この部屋にあった椅子とかトランクとか、うん、こう傘高いものをこうどんどん積み上げていって高さ出していく、なるほど、みたいな参考作品。なんかシンプルに一本の直線じゃないけど、ちょっとこう椅子の背中にかかってるリュックが左にバランスがずれてて、でも上の方のあれ枕かな、うんうん、クッションみたいなのが右にずれててみたいなので、こうちょっとジグザグしてるけど一本下から上までつながってるっていうのがなかなかいいかもしれないですね。そうです、積み上がっていれば大丈夫。 OK ですね、はい、はいはい、続きまして、続きまして、おお、なるほど、服ね。そう、これは服だけ、ジャンルを統一して、あの服を積むときに絶対起こるであろう倒壊をこの角っこで防いでるわけや。そう、賢いですね。これはなかなか賢いね。さっきの写真を見て思ったと思いますが、うん、割とこう引いて写真を撮らないといけないので、部屋結構映っちゃうんですね。ああ、そうやね。だからこう映っちゃいけないものがあるとか出したくないよっていう人はこういう角を使ったり、あんまり部屋が見えない隙間を使ったりとか、あ、そういう工夫もしてみてください。あの出したらあかんもん出したらあかんからね。そうです、うん、あのその辺はうまく工夫してもらえたらいい ね、うん、5月人形とか出したら怒られますから、絶対。何言ってるか分からんから次行って。はい、はい、お願いします、次も部屋にあるものですけど、うん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 、上の方を見てみてください。漫画がこう互い違いに載せられてたり、わあ、ほんまや。でか下の引き出しも開いてるしね。あ、そう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 、地味にね。これなんかバランス取ってる風なんかな。絶妙な本人のバランスがあったんでしょうね、うん、最後あのぬいぐるみが挟み込まれることで固定されてる感ね。これでギュッてなってるんでしょうね、多分、うん、なかなかすごいね。これ続きまして、あ、狭い感じの廊下で撮るのもありやね。ね、これも部屋の映り込みのことを考えたりすると、うんうん、なるほどなるほど、いいスペース。実家の人とかおすすめの撮影スポットかもしれないね。廊下の奥っていう、うんうん、ありかもしれない。しかもあの上のロディの上に乗ってるぬいぐるみっていう、こうなんかちょっと最終的に可愛さ出してきてるよね。ね、めっちゃカメラ目線ですからね。そうですね。そうやな。めちゃめちゃ。目おてんもん俺今。下のコアラもちょっとなんか可哀想な、そのコアラいらんもんな、積み上げるって意味では。積み上がる要素にはなってない、ね。なってないね。そういう、にやかしになってます。そういうなんか個性の出し方も楽しみの一つね。そう、これあの積まれるものによってその人のパーソナリティも見えてくるので、出る出る出る、そういうのもね見れると面白い。続きまして、これはもう部屋の設定が違います。
なるほど。お風呂。お風呂場。お風呂って結構綺麗にしてる人としてない人とね、差があると思うけど、シンプルに暮らしてる人はお風呂場は結構綺麗やもんね。ね、しかも結構いろいろあるんですよね。ものがね。うんね。こういうのもありですね。積み上げ方とかね、うんうん、互い近い違いにした方がこう傘が高くなるとか、その場所に紐づいたもので積み上げていくとかね、そういう、まあ、並べるワークの時と一緒で切り口を統一したりとか、うんうんうん、切り口を統一というのはテーマをね、うん、自分で設けたりとか、なんかそんなんもやってみて、いただけたらと思います、はい、以上参考事例としては、以上ですか、ここです、はいはい、引き続きまして、はい、インスタグラムに投稿する時の注意事項、うん、はいはい、今線の幅ね、あ、そう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 です、うんうん、今見せたあの写真はマイタワーの時に、まあ、撮ってもらう写真ですね、うんうん、でインスタグラムに投稿する時ボッチタワーの時は、うんうん、上下とのつながりを考えないといけないのでちょっと工夫が必要です、はいはい、教えてください、この写真を見てください、はい、はい、お、下モザイクかかってるけどちょっとねピーなピーでピーなんでピーをしてますけどピーがあるのね、はい、はい、これさっきのあの積み上げた写真ですけど、うんうん、グリッドが見えてるの分かりますかね、はいはいはい、あと縦横にマス目にマス目に、あ、そうですそうです、ね、はいはいはい、ちょっと書いてみますね、うん、この甘ツール間違えた、ちょっと元々してしまってる、ちょっと待って上田さん今んとこカットです、俺なんでもう一つカットです、上田さん編集の時笑ってください、はい、もう一つカットですちょっと待って、なんで待って、こんなにしてなんでやな、グリッドが見えてますね、こう見てます9マス見えてるよ、そうです、このグリッドなんでやな、ちょっと待って、なんでなんでここあるの、おい、しっかりせえよ、良平、すいませんすいません、おい、大きいこけたのに、これ口で説明していいですか、ひらげさん、いいよ、いいですか、インスタグラムで上げる写真です、インスタグラムで上げた時にちょっと工夫をしないといけないとこがあります、うん、こんなとこ、はい、こうっすらとこの上投稿するときにこうグリッドが見えてるの分かりますか、うんうん、見えてる、で 9マスに分かれてるね、そうです、うん、これはあの自動的に出るようになってるので、うん、インスタグラムに投稿するときに、そう、投稿するときに、はいはいはい、うん、この真ん中にちゃんと、うん、真ん中の列、そう、列、はいはいはい、はい、真ん中の列に、ここに列にね、に列にちゃんと収まるように、で、この目安としてはグリッドよりはみ出てしまう、すっごいぶっとい柱になってしまうと、うん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 、あんまりうまくつながらないと思ってください、うん、じゃあその辺はあのみんなの工夫を楽しみに見るって感じで、一つの基準としては真ん中の列のグリッドを基準にみんながマイタワーをトリミングしてボッチタワーにしていくとこうつながっていくんじゃないかと、そうです、いうことですね、はい、でちなみにこの写真はもう綺麗に切り取れてるけど、うん、この写真とか真ん中に収めようと思うとちょっと左右に余白ができちゃうみたいな、ああ、なるほどなるほどなるほど、余白がね、はいはいはい、もう別にそれは気にしなくていい、そう、大丈夫です、真ん中にこう住まれることが、ボッチタワーができることが大事な、ボッチタワーがね、はい、で、うん、まあ、最後お風呂のやつとかも、まあ、一緒ですね、はいはいはい、うん、でも分かりました、真ん中の列を使っていけばみんながつながっていけるであろうということですね、そうです、はい、アローですアローですね、アローン一人です、はい、ボッチ、あ、ナイスボッチです、ナイス、ありがとうございます、ナイスボッチです、ありがとうございます、ありがとうございます、一応参考写真としてはこの、はい、はい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 、じゃあ戻してください、はい、じゃあ、まあ、あの今回もぼっちゼミ生のクリエイティブ力に期待してですね、課題説明としてはこれぐらいです、まあ、過去2回のぼっちゼミではですね、あの観察する、まあ、よく見てみるっていうことから気づきを引き出したりとか、うん、まあ、視野をこう広げたりっていうことにトライしましたけども、りょうくん、今回のこのワークのポイントはどういったところにあるんでしょうか、今回はですね、とりあえずやってみるとりあえずやってみる、はいはい、まあ、めっちゃシンプルやけどめっちゃ大事ですね、はい、はい、これはですね、物を積み上げろって言われたら頭でこう想像できちゃうでしょ、できる、なんとなくこうね、でしょ、うん、でもやってみないとわからないことがそこには隠れてるんですよ、うん、これ詳しく言わへんけどね、うん、みんな多分やると思うわ、そう、もう、うん、はっ、 ってなったりとかなると思う、で、まあ、まあ、クリエイティブのええ感じの目ってこうちょっと隠れたとこにこうおって、こういざこう手動かしたりこう実際自分がやってみたらひょっこりこう顔出してきたりするやん、そうそうそう、
そうなんですよ。なんかあんまり頭で考えすぎても、頭で考えないといけない時もあるけれど、うんうん、実際に動いてみて分かることのが、うんまあ、たくさんあるというような意味で、あるよね、今回はとりあえずやってみる、うん、はいはい。あとはですね、過去の回でも言ったんですけど、いつでもこう自由とルール、制約っていうののバランスっていうのを意識することが大切なので、まあ、今回ので言うと個人の線の完成、うん、マイタワーですね、床から天井までをどういうふうにこう計画して積み上げていくのかっていうことと、他の人とつながるっていうこと、ウォッチタワーですね、ウォッチタワー、最終的な見え方っていうのをこうどうやって楽しんでいけるのかっていうのが、自由と制約のバランスっていうのが今回のキーになってくるかなと思っております。はい、それはやってみないとね。合ってます、合ってます、合ってますか、よかったです。これやってみないとわからない、 はい、やらないのはもったいないです。これはもうめっちゃ熱いやん、クリエイティブの目をつむことです、やらへんのは。急に熱なってきたけど、そろそろお時間なんで、第3回のぼっちゼミ、そろそろお時間、もう終わりですか。もう終わりです。でむしろちょっと押してるぐらいですね。あ、はいはいはい、そうですね。僕とは、僕からは今回もみんなの作品が挙げられるのを楽しみに待っていますし、うんうん、今回はもう今までになかった他の人とつながるっていうのがありますから、うん、多分みんなも楽しめるはず、うん、自分が投稿した後にこうもう一回見直したりとかしたら、そう、ね、どんどんこう育っているのが見えるはず、うんうん、まあ途中でも言ったんですけど、これをより楽しむためには概要欄の注意事項をしっかり読んでもらって、であとはこう高いものを積み上げていくんで、くれぐれも怪我のないようにっていうのと、あとはその大事なものをね、こう積んでいってバーンと崩れて壊れたりすると僕らもちょっと悲しいので、そのあたりは特に注意して制作してもらえると嬉しいなと思います、はい、母ちゃんとかに、あんた何してんのって言われるかもしれないですけど、はい、怒られないっていうのに、前回のワークでも散らかしっぱなしにしてお母さんに怒られましたみたいな子おったから、なんで、あ、ちゃんと出したら片付けてや。そう、片付けは次のための準備。僕らも出しっぱなしのこと多いけど。多いです。ということで、はい、お時間ですので、では皆さん、また次回のぼっちゼミでお会いしましょう。バイバーイ。最後に、ワークの取り組み方を振り返ります。1、天井から床まで、お家の中にあるものを積み上げてマイタワーを作りましょう。2、完成したらインスタグラムへ投稿します。フィード画面でまっすぐなぼっちタワーを作るために、投稿写真はグリッド線の真ん中列にマイタワーを収めましょう。3、写真の調整が終わったらハッシュタグをつけて投稿します。ぼっちタワーのタグを忘れずにつけてください。4、他のゼミ生とつながってみましょう。検索画面でハッシュタグぼっちタワーをチェック。マイタワーがうまく上下の人とつながっているか確認してみましょう。一期一会の出会いなので、コメントやいいねをしてみるのも楽しいですよ。それでは、高く積み上げていくので怪我には十分気をつけて楽しんでください。また次回のゼミでお会いしましょう。お疲れ様でした。